松山市の中心商店街の夏の風物詩土曜夜市が3年ぶりに開催されることが今日正式に決まりました。県内では他にも夏の恒例イベントの再開が決まっていて、本番に向け早くも関係者が動き始めています。コロナのことや社会情勢があって2年間土曜市を中止してまいりましたが、今年は開催したいということで決定いたしました。今日松山市中心部の商店街の組合の代表らが集まる会議が開かれ、今年の土曜夜市の開催を決めました。コロナ前までは6月から8月にかけての毎週土曜日合わせて7回開催していましたが、今年は感染対策のため夏休み期間を避けようと7月2日から4回に回数を減らし開催するということです。松山市の土曜夜市は戦後間もなく始まり、商店街にアーケードが完成した1966年に現在の開催スタイルとなりました。涼を感じてもらおうと氷の彫刻コンクールが行われたり、1986年にはヤング集会と銘打ち、大学生たちのバンドが演奏されるなど、松山のにぎわいを象徴するイベントとして毎年開催されてきました。3年ぶりに開催される土曜夜市に町の人は、土曜夜市やりますっていうことが決まりました。おお、そうなんですね。高校1年生なんで高校生の新しい友達と楽しめるってなって嬉しいです。期待気持ちもあるし、人が多いかないうのが、せっかく今までコロナにかかってなくてパッと遊びに来てなっても困るねとか、そこまででまだ結論は出てないんですけど、お祭りとかその土曜夜市のこうウキウキした感じとかいうのって、なかなかそのうちでゲームするのとは違った、やっぱりあの思い出になるものやと思うんで、この頃になるともうほとんど生まれてからもほとんどコロナ禍の中でずっと行事もイベントも知らないまま来てるんで、やっぱ自分たちが親しんでた行事とか同じように経験させてあげたいなというのがやっぱり、まあ、本音というか。基本的に食べ歩き NG という看板であるとか、まあ、そういったものは出したいと思います。注意喚起であったり、今愛媛県や松山市そして国の方で出ているガイドラインを遵守していく、それに沿って注意喚起をしていくっていうことになるんだろうなというふうに思っています。密集対策や食事ルールの遵守の呼びかけを出店店舗に義務付けるほか、アーケードを開放し換気を行うなど、今後具体的な感染対策について話し合うということです。変わってこちら今治市でも、音楽の祭りの日にイベントを開催しようと考えてます。3年ぶりの開催が予定されている今治市の祭り音幕、例年伝統芸能の継ぎ獅子などで市内の中心商店街や港がにぎわいますが、去年一昨年中止になったんでヒヤヒヤしながらそれを待っとって結局ダメやったかという断念、2年連続断念してますんで、このまま開催できることをちょっと祈ってますね。阿部さんはこれまで町の飲食店などに声をかけ、音幕の日に合わせ屋台村やステージイベントを開いていて、今年も開催する予定です。これ全体を使って、有志たちの模擬店とか、屋台とかを全部囲うような感じにしたいと思ってます。でステージでは地元の音楽バンドとかダンスチームとかダンススクールとか、感染対策として店はすべてテイクアウト方式にするなど、来場者が安全に楽しめるよう準備を進めています。年に1回のお祭りやし、その楽しんでもらいたいですよね。花火のフィナーレに向けて家を出て、やっぱこういろんなとこ今治をぐるぐるしてもらいたいですよね。その花火大会の開催に不可欠なものといえば、こちらは松野町にある花火工場です。こちらがですね、花火の打ち上げに使う筒を置いてあります。チェックをしたいと思いまして、毎年使用後にチェックはしてるんですけれども、ちょっとここ2年ほど使ってなかったものもありますので、より安全にできるようにもう一度チェックを。
こちらがその打ち上げに使う筒。花火師の村田さん、状態を丁寧に確認していきます。枠の部分が木でできていますので、この木の枠が破損していないかをちょっとこう揺らしてみたりして、こうグラグラしてないかとか。打ち上げ花火の目玉、大玉用の筒も一回ちょっとこう外観を見てみて、破損がないかどうかというところと、再度こう中をこうライトで照らしてみて、この内部にこう剥がれであるとか、めくれであるとか、そういったものがないかどうかっていうのを一通り確認をします。現在村田さんらは宇和島や大洲などで3年ぶりの開催が決まった花火大会に向け準備を進めています。ようやくこう例年に戻るなという、社内的にもこう活気づいているような、ようやくこう自分たちの夏が来るかみたいな、そんなところは感じてますね。私たちの街の花火というところ、これこれという安心感を与えられるような花火というのを演出していきたいなと、思っております。